旧飛騨工場レンガ資料展示室、江別市ガラス工芸館江別のレンガは、北海道遺産の一つ。北海道江別市で生産されているレンガで、のっぽろ地区がその中心となってきたため、のっぽろレンガとしても知られる。江別産のレンガは、市内ほか、周辺地域の土壌に多く含まれる、のっぽろ粘土を原材料としており、褐色及び赤い色が特徴である。鉄道や、道路のトンネル、 橋などのインフラ、サイロ、学校、民家、駅舎や倉庫建物などに用いられ、北海道の近代化に貢献した。現在も市内には、江別市、歴史的レンガ建造物保存活用事業の一環として、400棟を超えるレンガ作りの建造物が保存されている。なお江別では現在でも3カ所のレンガ工場が稼働し、国内の20%以上のシェアを占める、 日本有数のレンガ生産地となっている。1994年に開館した同市内の建築施設、江別市セラミックアートセンターにはレンガ資料展示室が設置されており、江別並びに北海道におけるレンガの歴史を学ぶことのできる資料が多く展示されているほか、数々の関連イベントも行う北の焼き物展示室も設けている。レンガとともに、 西暦300年頃のものとされる、江別式時も市内の遺跡から掘り出されていることなども、あって、江別市は陶芸の中心的な地域の一つとしても知られている。明治時代の北海道では、内陸における開発用の建築資材に、レンガの使用が開拓市によって推し進められた。江別で、レンガ製造が開始されたのは1890年。現在の東港町にある、 佐藤市領事境内内に存在した、エベツブトネリ化石工場で作られた。石狩川が近郊にあり、資材の輸送に便利で、現在ののっぽろ駅からのっぽろ森林公園にかけてののっぽろ丘陵に、レンガの原料となる、のっぽろ粘土を豊富に含んだ土壌を持ち、最重用地で大きな都市である、札幌市、小樽市にも近く、平坦な工業用地や巻材の確保が、 比較的容易だったことなどが考慮された。1898年には北海道炭鉱鉄道がのっぽろレンガ工場を開設。後に札幌商工会議所会頭を務める久保平太郎が経営者となる。以降もレンガ工場の進出が相次いだ江別は一躍レンガの町として栄えることとなった。大正時代の初め頃、レンガ工場で労働者たちによるストライキが起こった。 記録がある。これは、エベツで起こった最初のストライキとされる。当時のレンガ工場の労働条件はあまり好ましいものではなく、1日に支払われる賃金に対して、12時間、もの長時間労働を強いられて、ことが原因の一つとされている。1918年頃には、北海道対抗鉄道の後継である、北海道炭鉱汽船のレンガ工場が、職工500人、 年間レンガ生産1200万個の規模を持ち、他に、八カタレンガ工場、岩田レンガ工場、馬場崎レンガ工場、沢村レンガ工場があり、さらに、北海道レンガ株式会社の工場が建設中であった。1990年、江別市で本格的にレンガ作りが開始されてから100周年を記念して、第1回目の江別屋着物市が開催された。 1994年4月、旧石田亭と呼ばれる建物を、江別市が、のっぽろ代々木町ののっぽろグリーンモール沿いに移築し、修繕を施した。この建築物は1945年頃に、北海レンガの社員、石田総吉が建設した3階建て107坪のレンガ作りの邸宅である。半円形に突き出た窓や、マンサード屋根など、特徴ある建築様式で知られ、 写真の被写体や絵画の題材にも選ばれるなど多くの人に親しまれた。現在はガラス工芸館としてガラス工芸家たちの作品を常設展示し5月から10月まで一般市民に無料開放されている。2004年10月22日、エベツのレンガは第2回選定分の北海道遺産に認定。同年11月12日に認定証が授与された。 江別市内で現在稼働している工場は、米沢レンガ昭和14年4月創業、丸に北海レンガ大正10年4月創業、昭和洋業昭和15年創業、創業者は、小林酒造の創業者と親族。東のっぽろ町3番3号にある、旧日田レンガは、商業施設、エブリーとして利用されている。JR のっぽろ駅より徒歩でおよそ5分の場所。最盛期は、 昭和25年の15社、明治24年から、延べ30社存在した。年度は、創業年度、陶芸の町、拠点20周年へ別し、セラミックアートセンターその拡大に貢献。北海道新聞。 http://www.hokkaid.co.jp:/news:/supporoslash548866.html、ok、o n p, j p 北海道鉄道管理局北海道鉄道沿線案内1918年101から102ページ荒山雅彦監修解説シリーズ明治 対象の旅行代役旅行案内書修正第13巻、ゆまに、書房、2014年に、収録、131から132ページ、ガラス工芸館、絵別紙、2019年6月29日閲覧、ありがとうございます。